海外版のブルアカがキャラの立ち絵を変更したことが話題です。日本のみならず海外でも人気の高いソシャゲブルアカ、当ゲームは日本だと7歳以上が対象の健全なゲームなのですが、海外ではなぜか対象年齢が15歳以上と定められていたり、それでもなお不十分だと判断された国では対象年齢を18歳以上にしようという動きがあるなど、規制の対象になってしまうことがしばしばあるんですよね。過去にあった表現規制に関する事件だと、一番有名なのはグローバル版のブルアカがリリースされた時にストーリーの中でアリスというキャラが初登場するシーンがあるのですが、日本版だと色々と丸出しだったところをこのように不自然な顔面ドアップに修正してしまったことで、海外のロリコンニキたちがブチ切れてしまい、ゲーム評価がとんでもなく低くなってしまったという新事件があったりもしました。日本版の公式はおはようジョーのようなふざけた投稿をするなど楽しそうに運営をしているのですが、やはり他の国ではそうはいかないらしく、このような倫理観 vs 性欲という悲しい対立構造は海外ではしばしば起こっているんですよね。そんな海外版のブルアカが現在また話題になっています。こちら中国版のブルアカ運営が先日9月21日に公式ホームページで発表した内容なんですけど、いろいろな修正内容が公表されている中に、一部キャラクターエイミー、アコ、アスナ、イーナ、ツルギの立ち絵を調整しましたということで、ブルアカのキャラたちの立ち絵がそれぞれどこか修正されてしまったみたいなんですよね。このページをスクロールすると修正した立ち絵が公開されていたので見てみると、アスナはあんなに長かった乳が短くなってしまっており、イーナは胸元のガードが非常に硬くなるなど、全体的に過激さを規制するような修正がされてしまいました。このように立ち絵の規制が起こってしまったことは中国本土でもかなり話題になっており、悲しいとか海外版をプレイするしかないなどと、アスナのおっぱいが縮んでしまったことに絶望してしまう声も上がっていたのですが、特にこちらのキャラ胸元になぜかファスナーがついており、おっぱいファスナーの愛称で親しまれているエイミーは露出していた部分をほぼ全て塞がれるなど、ひときわ厳しい規制を食らっていたんですよね。エトミからは一瞬誰かわからなかった布地の多い不具合などと言われていたり、一方でここまで入念に規制をしたにもかかわらず胸元についているファスナーはなぜか許されたということで、逆にファスナーはなぜセーフだったんだ、始まよりファスナー消せよなどと突っ込む方もいました。ちなみに人気キャラ剣も規制を食らっていたのですが、彼女だけエイローから垂れている血をなくすというものでした。健全ですね。余談ですが、エイミが規制されたのは今回が初めてではなく、リリースされた当時も元の姿から布の面積が増えるという規制を食らっていたので、実は今回の規制で2回目となっているんですよね。ティーナも地味に2回目の規制となっていたりします。他にもシュンなんかも服が少し規制されていたりしたので、どうやら中国版の運営は胸の谷間が出ていると規制をするのではないかということで、谷間を絶対に許さない意志を感じるなどとおっしゃる方もいたのですが、ブルアカ内でもぶっちぎりで意味不明な服を着ているこちらのアコというキャラクターは、その時にはなぜか規制を食らわなかったらしいんですよね。リーナやシュンが規制されてアコちゃんが許されているのはおかしいだろうということで、エトミからはどんな判断基準なんだ、父を父たらしめているものは何かという哲学的な問いなどという方や、普通に考えて横乳だけ出す服とかありえないから肌色の模様だと思ったんでしょうと、この服が意味不明すぎてこの部分も服だと認識された説なんかも浮上していました。確かに初見だと一瞬布に見えてもおかしくなさそうなんで仕方ないですね。さて、このように海外での立ち絵規制が話題になったブルアカ、実は先ほどご紹介した横乳バカことアコちゃんは今回の規制でついに横乳が塞がれてしまったみたいでした。エトミンからはこれに対して、それで呼吸できるのを見ているだけで苦しいなおと、なぜか呼吸の心配をする方がいたのですが、これはブルアカユーザーの間でアコちゃんが堅くなに横乳を出しているのは横乳から酸素を取り込んでいる乳呼吸をしているからではないかという突拍子もない説が浸透してしまったせいで始まった一種のミームのようなものが元となったネタなんですよね。この乳呼吸概念は日本ではかなり流行しているネタなのですが、今回の規制に対する中国の方々の意見を見に行ってみると、アコの呼吸穴がなくなった、息ができないなどと向こうでも乳呼吸のネタは浸透していました。こんなものが海を越えるとは思いませんでしたね。キャラが非常に愛されているゲームブルーアーカイブ、海外では早速エイミが規制された一件をネタにしてマット動画が作られていたりしましたが、今回の立ち絵規制に対してエイミはむしろこっちの方が好きというか、オリジナルがどうして通ったんだなどと肯定的に捉えている方もいたみたいなので、これはこれでありなのかもしれませんね。ちなみにこれは本当に余談ですが、巷では体操服春菜のメモロビが過酷すぎるということでめちゃくちゃ話題になっていましたが、メモロビの冒頭には飴を口に含んだ時のという効果音が入っています。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。